ヒーローズインタビューチャンネル。それ今ピント場所らしいです。あ、ですね。はい、こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは、しょい。わしじゃーい。なんか俺真ん中だし、すごいな。どういうこと？どういうことですか、これ。もう、めっちゃ真ん中。はい、ではですね。リカさん、はい。私、総合じゃないかも、リカさん。はい。え？そうなの？そうか、総合だよね、リカさん。はい、今ですね、クラブハウスの皆さん、今、スタートしてますので、はい、リカさん、迷子になってます。マイイベント行ってください。マイイベント。マイイベント。マイイベント。どうやってやるの？はい。はい。FM の方ですね、ヒーローズインタビューチャンネル決まりました。あの、プレート持ってきてください。プレート。プレートがない。あ、ここね。うん、もうみんな興奮しすぎちゃっても。いないです。リカさんいない。あれ、リカさんいない。はい。出ました、出ました。はい。はい、ありがとうございます。はい、みんな来てくれてますね。はい、これどこに置く？これ。みんな来てくれてますね。はい、これどこ置く？これ。リカさんにもモデつけます。はい。よく。はい、はい。あ、もうないでしたっけ？はい、ではですね、始めていきたいと思います。はい、あれがついてない。クラブがついてない。はい。世界的有名なポケモンのサトシ公役の松本リカさんに今日お越しいただきました。どうもちょっと今ね、バタバタしてますけどね。はい、はい、バタバタしてます。はい、始まりましたよ。はい、松本リカさんにお越しいただいてまーす。はい、ついこの前もね、踊る様子大御殿。大御殿だね。まあ、大みたいなもんですけど。大、まあ、大。様御殿にね、はい、出させていただいて。はい、はい、今大人気なんですよ。世界的有名。そうですか。そうなんですよ。私も一緒。もうね、控え室からね、とっても明るく盛り上げてくださってて、うん、今日50分で足りなそうだねっていう。はい、ということで。こんな感じで始まっちゃうんですね。ちょっとバタバタしてますよ。今までで一番バタバタしてる。すごい。もう興奮しちゃって、もうみんな大変です。はい。ということで今日もですね、はい、はい、成功者の方をお呼びして、ヒーローズインタビューチャンネルをお送りしたいと思います。はい、で、初めて見る方もいらっしゃるので、まず私の自己紹介からさせていただきます。はい、気づきと学び、救いですね、なる情報をお届けしている経営コンサルタントの荒川大地と申します。で、今日もですね、ヒーローズインタビューということで、もう超大物大スターの方をお呼びさせていただいています。では自己紹介は秋葉美希さん、お願いします。はい、ヒーローズインタビューのアシスタントさせていただいております、秋葉美希と申します。私のとこ2人息子がいるんですけど、本当に将来サトシになりたいっていうのを短冊に書くぐらい大ファンなので、ママが楽しみ。本当ですか？それ嬉しいですね。本気で書いてるんですよ。サトシになりたい、サトシになりたい。いや、なっていいよ。夢が、まあ、そのぐらい子供に夢を与えてるんですよね。うん、そうそう、なんかね、ほら、ピーターパンとかが好きだった、友達の子供がいたんですよ。はい、で、その子供さんが、夜ですね、寝るときにいつも窓を少し開けるっていうことがあって、だけど、リクがサトシやってるじゃないですか。はい、ある時もう窓開けなくていいって言ったらしいんですよ。なんでピーターは窓から来るんじゃないのって言ったら、いや、サトシはもう窓から来ないから。だからピーターに勝ったんですよ、サトシ。すごい。まだ成功さ。はい、はい、はい、ということで、はい、クラブハウスの皆さん、私のプロフィールからですね、今日動く松本リカさんが見れます。はい、私のプロフィールからツイッターに行っていただいて、うん、鳥越あずうりの、ホームページのリンククリックしていただけると、はい、こちらの今 FM のね、配信の状況見れますので、ぜひ見てみてください。はい、よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。サトシになりたい、すごい。あ、迎えに来たよ、迎えに来た、迎えに来た。こらこらこら。はい、では、では改めましてどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、あ、もう迎えが来た。どんどん近づいてますね。はい、はい、ということで、はい、松本リカさんといえばもう女優、歌手、声優と、いろんな顔をお持ちなんですよね。うん、私の中で結構ちょっとお笑い色も結構強いかなと感じてるんです。はい、芸人さんって言われると嬉しいんですよ。ああ、なんで、もう女優、芸人だよ、芸事をやる人じゃないですか。うん、最高ですよ、それは。言われてました。でも割と女優が最近多い。最近っていうか、もうずっと前から女優としてやってきたんですけど、女優な感じじゃないって言いたい。いやいや、女優なのに。
にお笑いもできるってあんまりないなかなかいないと思うんですよ。待って待って待って、今選択としては女優か、ね、お笑いの芸人かみたいになってますけども、はい、声の仕事もやってますし、あと歌も実は歌わせていただいてて、そうですよ、もう歌が声優やりながら主題歌を、ポケモン主題歌を歌われて、なんとダブルミリオン。そうなんですよ。ということで200万枚。そうなんだけど、けど印税契約をしないで、え、あの買い取りっていうやつだったんですよ、はいはい、アニメーションって結構買い取りが多くて、なるほど、ね、はい、なので私、20万円ぐらいで、ダブルミリオンなんですが全然関係ないかも。200万枚ってもう奇跡的な数字じゃないですか。そうですね、印税契約されてない、されてない。誰かがそれで左打ちみたいな方がいらっしゃるんですかね。どうでしょうか。いや会社が大きくなったりとか、あ、いろいろあると思いますけど、でも貢献できたんであればもうそれはそれでもう、ね、めちゃくちゃいい、そこがね、やっぱり大人気が、だけどほら、あの、あんだけみんなに分かってもらって、うん、得たっていうか、うん、認知されたっていうことは、うん、自分がいろんなとこで言ってもみんなどこからでも歌えるんですよ。なんなら今、うん、世界でも、うん、あの歌、うん、目指せポケモンマスターは、うん、日本語でみんな歌ってくれるので、うんうん、あ、もうちょっとした替えたれなんですよね。いや、だいぶさすが方うなずいて笑った大事日本に、いや、マジでだって海外どこに行ってもあれ歌うんだよ。大合唱になるの。日本語ですもんね。日本語でもちろん世界中でも。どうですか。いや、もうだから日本の待遇があまり良くないから海外に住もうかなと思っちゃったぐらいです確かにこうなんかアニメっていうとこう年齢層高い人たちできっかけがないと知らない人もいるかもしれないですよね、うん、そうですそうですそうなんで印税契約してなかったんだね。いや、今となってはって感じですかね。今となっては、うん、まあまあまあ、結構前のお話なんでね、それは24年前っていう話、うん、あ、そんなに前、いや、そうです、それを感じさせないぐらい。ポケモン24年ですよ。すごい。来年も25年ですから。うわ、どうですか。私3歳の頃から始めてるからね。そうですよね。そうですね。その横目で見るのやめなさい。3歳スタート。3歳スタートですよ。もうね、でもね、僕も、はい、の曲歌ってた人が、いやー、印税でがっつりっていうのはちょっとね、夢がね、ちょっと。まあ、そうですね。言葉にはしない。ね、でもそれはもうほら、うん、もらったらもうみんなに恩返しですから。いや、もうしそうですよね、リカさん。それをしたいなっていう気持ちですから。考え方変わったんですよ。今まではもうお金はなんていう感じだったんですけど、うん、はいはい、お金はもういただいて、はい、でそれを貢献していけばいいんだって、確かに確かに言われたんですよ、お寺のお坊さんにも、うん、いいことにあなたは使えるんだから、うん、お金をいっぱい集めなさいって言われた、うん、集めなさい、なるほどなるほど、そうそうです、それはね、お金は二の次三の次にしてたらいけないって言われた、うん、そっか。おそ松くんのチョロ松役、はい、それから急になんですか、絶対無敵大臣、はい、ものすごい LINE に戻していこうとしてます。そ う, そうですね、ご紹介したい、もう、ああ、そう、あの、ご紹介したい、声優の仕事をし始めたのがおそ松くん、はい、おそ松くんがスタート、そうです、のチョロ松くんがスタート、はい、チョロ松がすごい戻すかった、雷神王、雷神王ですね、雷神王、雷神王じゃないですね、雷神王、雷神王で主役、ね、うん、そこら辺ちょっとね、はい、すごいピキってなっちゃうんでね、はい、正しい発音で、そうそうそう、はい、一応声優の仕事をやっぱりやってるんでね、はい、うん、気になっちゃうんですよ。一番今までで好きだった役は、一番は決めにくいわ、いや、ここそこなんとか、ここだけでちょっとちっちゃい声で、全部好きだもん、全部愛してるもん、あ、そう、自分も愛してるんだから、だって言わない、よく自分のことを好きじゃないと誰も好きになってくれないよとか、うん、みんな言うじゃないですか、クラブハウスでも偉い人言ってるじゃないですか、みんなが、うん、偉い人、偉い人そういうことをやっぱりね、同じなんですよ。もうその前からやってらっしゃったんですね。もう、うんうん、そうよ、もうそう、愛してからこう、うん、始めた、うん、LOVE でしょラブです、自分ラブで自分ラブね、うん、だから欠点とかもあるし、例えば顔のなんパーツとかしたらね、うん、ここら辺が嫌だなとかみんなもあると思うんですよ、うんうん、でもそれを自分が愛してあげて受け入れない限りは、うん、そこをやっぱり綺麗に変えられない、うんうん、なるほど。で宝塚の人がおっしゃってましたちゃんとそこまで教えてくれるビバリーユーズ高校白書も吹き替えされてるっていうことで、うん、青春白書ね、はい、はい、やってましたよ。10年も吹き替えをやって、ケリーっていう、はい、一番綺麗な女の子で、最初役もらった時に見てたら、はい、こんな綺麗なの私がいるわけないと思って飛ばしてたんですよビーペラテオキャプカバルキャプタコチャブリ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 ャ
あれ私の役ないと思って戻って、うんうん、あ、この役と思って、めちゃくちゃ綺麗じゃんと思って、うん、はい、蹴り役の動画を見た瞬間に、はい、動画一つ拾う進まないですよ、話全然進まない芸人芸人全部拾うか、ボケないでください、誰か、はい、ボケてないんだけどあれ見た瞬間に面白いデンジャラスビューティーのサンドラブロックが乗って見たら書いてあって、うん、うわーと思って、うん、もうあれ何十回見てるんですよ、本当に、あ、吹き替えで、吹き替えで鼻鳴らすやつとかあれ、うん、やってますよ、ってね、やってますよ、鼻ゴーゴーやってますよ、あれ難しいんですよ、喋った後にスクブってやんなきゃいけないんで、あれ大変ですよ、鼻がふがふが言うシーンがあってそう、それでリアルにねちゃんとやらないと、ね、やってらっしゃるってこと、はい、あとブルース・ウィリスのフィフスエレメントも日本語訳やって、はい、もうリールの神語、神語っていうの、うん、神様の言葉を知ってるんですよ、赤ちゃんもこれかまから出てこらかよく覚えてます、はい、あれはもう耳から耳コピーこうちゃんとして、でもう脚本書いてる人が助けてっつってよろしくお願いしますって書いてあったんですよ、トガキにほんで全部耳コピーして、3日ぐらいずっと寝ないでやって、いや、うちの子みたいな話すんだけど、カタカタカタコトの、そうそうそう、そう、いや、ポリバースって言ってね、あのその少年役から、うん、綺麗な女性から、うん、なんていうの、役の幅も広いじゃないですか、うん、そうですね、それってこう女優をやってたから幅が広がったのか、いや違います、自分の中にあるんですね、少年も、いや、いい女性もいるんですよね、いい女性、ええ、そこ多めですよね、多めですよ、いい女性多め、8割いい女性、そこはこうほらちょっとずつ出して、そうそう、身を削ってね、身を削って表現してるんですよ、うん、はい、もう本当に引き出しが多くて、我々が動画を撮る時もビジネスで動画を撮る時も、うん、録画とやっぱ生って全然違うじゃないですか、うんうん、で声優されているとあと動画と録画っていうのと、うん、もう舞台って全然違うじゃないですか、これ両方されるっていうのは、うん、そうだね、あんまりいらっしゃらないです、ね、で全部クオリティ高いでしょ、クオリティ高い、お笑い、お笑いが入ってるお笑いが入ってるってどういうことですか、まあみんながちょっと笑顔になってくれることを喜んでくれることが一番嬉しいんで、エンターテイナーですよね、まあ、それをやりたいんですけども、この前のね、うん、舞台のレミゼでも、はい、レミゼラブルでもスネを先ほど見せていただいて、まだ青、真っ青、先ほど見せていただいてって、なんかスネをね、スネをね、うん、まるでなんかここで、ね、ここでスネ出さなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか、あの舞台の上でね、ちょっとあんまりこうアドリブで面白かしくやってたら、うん、前のやつが階段を蹴飛ばしてその階段が飛んできたんですよそれでそれがスネに当たったっていう、でもすごい落としそうね、うん、ゴンっつってね、うん、でもそうしたらちょっとあの流血したんですけど、うん、治ったんだけどあざだけ残ってるんですよ、もう舞台あの台本にないですからね、ないです、そんな階段が体張ってます もう張らなくていい立ち位置だと思うんですけどなんか自ら結構言ってる顔そうだよね、もういいよね、もう体張らなくていいのにいいと思うんですよ、ちょっと間違えてるよね、割と張りたい感がありますよね、張りたい感ってなんですか、ちょっとこういやいやお笑いで言うとちょっと出川さんとかそっち売りに行ってませんか、大丈夫ですか、やばいよやばいよリアルガチでね、あのちょイメージとだいぶね、うん、あのね世界的なもう大御所になりつつあるのに、いや、もうまだ大御所じゃないけどね、まだまだね、うん、お笑いのそうです、体を張って、うん、まだ、うん、まあね、エンターテインメント楽しいのがいいじゃん、うん、楽しいのがいいです、うんうん、なので今ご紹介のところもかなりもう飛ばしていただいてますけど、はい、どうですかこのオーラと、このすごいオーラなのにこう気さくにお話ししていただいて、いそうですね、我々はクラブハウスで出会う、あ、そうですそうです、で、はい、うん、あのクラブハウスの方が多分、うん、おとなしいよね、おとなしいです、おとなしい、あのリカさんらしいリカさんが感じられると思うんですけど、え、本当ですか、はい、クラブハウスはもうしれっと入ってきて黙ってるからいつも上に上げて最初そうでしたよね、あれこれってリカさんだよねってしれっと入ってった、しれっと皆さんこうえこれ上げて写真がねよく変わるからあれあれってでもうみんな見つけてでも大地さんとかすごい真面目な話してる時多かったからはいはいはい、こんなにあのちょっと
面白い人と思わなかった。そう、面白い人。結構あれですね、ボケ。いや面白いよね。あれですよ、でもボケてるつもりないと思うんですけど、リカさんが全部なんかボケに持っていってる感がすごい。なんか面白くないって言ってる。多分私は全然面白くないなと思ってる。リカさんが面白くしてくださってるから。いやいやいや、もう荒川さん面白いですよ。あれとあれとあれとばかりとあれとばかりさっきのその宇宙号ね、またあの都合悪くなったらそれをちょっと、そうですね、マスターさせていただいて。そうですね、はい、はい、いや、どこ行ったかわかんない。もう全然わかんない、台本が台本わかんない。今全然わかんないって言わないで。ご紹介が、はい、ご紹介、はい、今、はい、だいたいこう今ね活躍されてることが今ご紹介させていただきましたと。で、こちらの全然ご紹介させてもらってないよ。紹介今ね、一部分しか言ってない。あ、多分あのリカさんは声優と言っただけでしょ。吹き替えとタイトル言っただけでしょ。でもなんとなく体を張って生きてますっていうところしか多分皆さんには伝わってないもうこのエネルギーが伝わればもう、あ、エネルギーが伝わる、うん、面白い。エネルギーが伝わる、エネルギーをね、エネルギーね、はい、どっちかっていうと、ね、まだまだ体張れますよって言ってしまった感じがありますね。あ、うん、めちゃめちゃそうですよ、はい、いやでも舞台は体張ってますからね。いや舞台だけじゃないですよ。でも声優の声だけとか言ってるでしょ。思ってます。そんなことないから、マイクの前でもうあのあれですよ、汗だくですよ。そうなんです、うん、ピカチュアーっていうのもめちゃくちゃもうあの崖に落ちるシーンとかもめっちゃもうリアルにガーリやってるから、あの筋肉とか固くするんですよ、わざと。登ってる時もあのうんっていうのはもうこの辺の筋肉すごい使ってますから。ちょっと見方変わりますね。台本結構アイディアで変わってくっていうエピソードがあるんですよね。あ、こうした方が面白いんじゃないかって言って。あ、そうね、あの、うん、その場で生まれた本物のやあるじゃないですか、子供の言葉とか、はい、息とか、うん、そういうのはリアルに入れていかないと、うん、やっぱりその頭で、人間って頭で考えてたりとか、うん、その絵の描いたのもこんな、うん、こんな風かなって想像してるものを、うん、私たち生身の人間がやるにあたっては、うん、やっぱり奥行きっていうものがやっぱ表現されなきゃいけないじゃないですか、うん、それはやっぱり人間のその自分が今まで経験したき、うんこととかをやっぱり入れていかないと、うん、あの子供たちとか見てる人たちが納得しないんですよ。リアリズムから離れちゃいます。ちょっと見方変わりますね。アニメの見方がこう。だからもうその表現されてるものが全部が正しいわけじゃないから、うん、その中であこっちの方がいいかなっていうのをアイディアを出したり、模索しながら。そうそうそう。で、そんなに大変なんですね。ね、そういうのを大事にしていかないと。うん、もうつまんないものになっちゃう。なんかこう結構テレビで例えば女優さんとかがこの声優にチャレンジしましたって、うん、大体こう髪持ってこう可愛くウッフンってやってるイメージがあるから、うんうん、あ、今のウッフンだったんですね。ウッフンっていう、だからなんか、あ、なんかこう夏は室内、夏もね冬も室内でなんかこう、うん、エコなお仕事なのかなと思ってました。ああ、全然エコとかでもないですね。もう汗だくですね。吹き替えとか結構、なんですか、残念な、メジャーなハリウッド映画でも残念な吹き替え結構多いじゃないですか。はい、ああ、もうなんか棒読みじゃないけど。お金がない時ね。お金がない時。制作、はっきり言っちゃうけど、制作にやっぱりお金がそれだけ出てないものっていうのは、うん、やっぱり声優さんにお金をかけられないじゃないですか。だからそういうあのボイスオーバーとか、うんうん、もう本当にちょこっとしかやったことない人たちがやるんですよ、うん、そう、ね、やっぱりそりゃそうですよ。上手い人はやっぱ上手いし、うんうん、だそれがすごい理解嫌なの、うん、でそれで離れてっちゃうじゃん、吹き替えすごく、うん、あの日本のやっぱり吹き替えって、うん、あの高いんですよ、うんうん、クオリティが、うんうん、息も合わせるし、はい、全てもう細かいところまで描写するし、うんうん、なんならその、あの、あっちで演じてる女優さんなんかよりも、うん、こっちの声優さんの方がお芝居が上手かったりするから、うん、その人のフォローができるんですよ、うん、なるほどなるほど、その女優さんのフォローができる、うん、すごく B 級映画が A 級映画になっちゃうんですよ。いや確かにあの字幕を見ようか吹き替え見ようか悩んだ時に、うん、やっぱりこう声優さんのこう顔ぶれ見ちゃいますよね、うん、あ、これだったらみたいな。そうなんです、そうなんです、世界に入っていけるっていうか、でそこでとんでもないのがいるともう本当に映画に入れないでしょ、うん、それだけはもう本当にね、学びたい、うん、はい、ね、ツイッターにコメントをいただいてます、うん、あ、本当ですか、ね、はい、もう早いですね、早いですね、ありがとうございます、ニーニー様、はい、ニーニー、ニーニーさん、ニーニー、ありがとう、常連さんなのかな、はい、はい、リカちゃんの高校時代はどんな学生だったのかしら、はい、あとお時間があれば大地さんの高校時代の夏の体操服のことを細かくお聞かせください。夏の体操どういうことですか、何夏の体操服、はい、ニーニーあの男の方大好きなんでね、はい、あ、そうなんですね、はい、学生時代はどんな学
生時間だったの？明るくて元気であんま変わってないですだからめちゃくちゃ想像しやすい。そうそう、だから今でも、はい、あの高校の時の友達とかに会うと、うん、あ本当理科変わらないねこんだけ変わらないのもすごいねって言われて、なんかすごいしっくりきました。なんか高校生だと思うとなんかすごいしっくりきました、うん、どういうこと？確かに、ね、かえ、なになに高校生のパワーの、すごいマジでシェイクとか似合うから、え、何シェイクが似合うから、シェイク、夏のシェイク、ナタデココじゃなくてもないっけ、何ですか、ナタピオカ、あ、タピオカが何って、うん、じゃあもう割とこのまま、このままですね、おとなしさもなく、おとなしさっていうか、あのね、喋んないと、人気がありました。喋んないと、あ、やっぱり電車の中とかでお手紙もらったこといっぱいあります。絶対そうだ、絶対そうだ、あ、お綺麗ってことですよ。いや、本当にお手紙いっぱいもらったんですよ。それなんか付き合ってくださいみたいな、うん、なんかすごいすごいお手紙もらった。それは全部あの成就されなかったんですか？成就されなかったですあ、もう、うん、丁重に、うん、丁重に、まさか自分にって思わないじゃん最初なんて。でもそれだけもらったら思いますよね。さすがに駅で待ってたんですよ、うん、ほんで出る時に、あ、あのこれって言うから、一緒に行ってた女の子が一人いたんですよ、うん、その子に渡さなきゃいけないのかと思ったから、これって、え、これ、あ、じゃあ渡しとくねって言ったぐらいだからまさか自分と思ってないですよ。そしたらそれからなんか結構いろんな人にお手紙もらうようになって、すごい、あ、段ボールにいっぱいになりました。すごくないですか？すごいですよ。だから喋んないといいみたいです。そんなことな、なんと見えないですか？だってこのパワーとね、面白さはやっぱりギャップがね、はい、ギャップが、うん、いやでも逆にこう喋ったらもっと好きになっちゃうっていう、うん、学生の頃の写真あるんだけど、ニーニー様も多分、ほら、うん、ちょっと見せます、ね、学生の頃の写真、あ、学生っていうかちょっと若かった時の写真見ると、全く違うん、全く違う。高校時代なんか部活とかやってたんですか？やってました。何やった？一番最初はバレー部。で、その後、バレーボールじゃなくてバレー。バレーボール。バレーボール。はい。うん、でその後ハンドボール。で、その後陸上。あ、アクティブですね、はい。やってました。でもバレー部の時にやっぱり、うん、あのその運動がすごいできたので、うん、だから水泳、めちゃくちゃモテ要素。水泳大会とかあると出てくれって先生に言われて、でもう区大会とかでは1位でした。種目なんですか？平泳ぎ。あ、僕も平泳ぎなんです。本当ですか？はい、じゃあ今度区大会1位ですよ、はい、神奈川県の区大会で1位ですよ。すげえ。神奈川県って結構すごく学校いっぱいあるんですよ。だからすごくないですか？まあまあ、800m の新記録持ってますよ。へえ。しかも割と中距離。うん、騙されて、騙され、先生に騙されて800m 学生写真の写真が写真出てくる。でこの間に皆さん YouTube と、松本梨香さんの YouTube と、ファンクラブのサイトと、それからこちらツイッターですね、うん、松本さんのツイッターと、あとゆめらっちょの購入サイト、こちら絵本ですね、ゆめらっちょの、これ絵本の中に CD もついてる。はい、あ、はい、QR 今出していただきます。はい、じゃん、はい、すごい、はい、あっという間、今こういう時代なんだよね。こういう時代です。でもリカさんからいただいたあれすごいよはい、こちら QR 取っていただいて、はい、はい、登録してみてください。うん。大志さんの高校時代の夏の体操服のこと。そう、まあ、これどんな風な体操服？リカさんが出てくるまで時間つぶしに大志さんの話を聞きました。時間つぶし。サクッとお願いして。時間つぶし。はい。え、ちょっと待ってね。あ、もう時間なくなりますよ。いいね、この時間が。このゆったりした。静かにしたんだ。今までうるさかったから。静かにじっとしてもらって。はい、大地さんの。うん、ちょっと喋って。夏服は。夏服、うん、夏服って何？あ、ほら、冬ジャージじゃないですか。夏。どんなジャージ？アメフト部。短パン？アメフト部。ブルマ？ブルマ。体操服です。はい。どんなですか？どんな？何色とか？白。白。上下？上下白。透けますよね。え、グンゼ？グンゼ。グンゼ。グンゼ。ブリパンツ？下は白って透けません？ズボン下白じゃなかったっけ？白白じゃなかったっけ？アメフト部でなんか騙され、俺も騙されて、なんか見学に行ったらラックされて、アメフト部そのまま GO、うん、みたいな GO しました。 GO どうしようかな。 GO ですけど、リカさんはサトシですからね、うん、そうだね、うん、分かんないです。分かります？今の振りが分かんない。ゴーじゃない、サトシです。静かになんなくていいですよ。 お父様が大衆演劇座長のお父さんだったということで、そうですそうです。一番最初にミュージカルに出られたっておいくつなんですか？一番最初にミュージカル出たわけじゃないですね。父の舞台に出た、はい、舞台に、それは、17の時ですね。
二次部の発表会があるから、とりあえずあのお客さんの前でやるのが一番勉強になるから、二次部、二次部、はいはいはい、うん、踊りを習ってたんですけど、はい、で勉強になるからって言って発表の前に、うん、あのステージに立たせてもらって、うん、踊り踊ったのが初めてですね、うん、あのお金を払って見ていただくっていうのは初めてですね、はいはい、17歳でも割と近いところにそのエンターテインメントみたいなのは感じられていたんです、うん、はい、おえ聖子松田的な この写真って高校生の時あのグループに送ってもらうことできます、はい、グループ、はい、この3人のグループLINE のグループを送ると画面に表示できます。聖子松田レベルですよね。そうですね。松田聖子ちゃん。めっちゃ可愛い。そうなんですよ。アイドル、アイドル。でもその顔割と可愛いこと気づいてる顔ですよ。いやそんなことないですよ。全然気づいてないですよ。どこにどうやって送ればいいですか。3人の。はい、進行しててください。あ、はい。そんなわけで。LINE をします。こちらの今ラジオの方で、あのリカさんの。高校時代のお写真を今アップできるように画像を飛ばしてます。すごい、はい、じゃあそれを今届いたらさらに FM で FA に見に行く。ちょっと出せるかな。ちょっと待って、隣に人写ってるの大丈夫ですか。アイドル、めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃアイドル。はい、クラブハウスの皆さんもそろそろ、はい、ご質問いただきたいと思いますので、じゃあ今ちょっとね写真探してる間にアーカイブとしてちょっと残りますけれども、FM の方に残りますけれども、うん、はい、ご質問いただける方、ハンズアップしていただけたら嬉しいです。で、こんな機会ないですから、まあ、本当に。だってさ、23歳の時はさ、この場を。ちょっと待って、その映画ダメでしょ、その映画ね。めちゃくちゃ女優じゃないですか。その写真も送ってください。え、ちょっとまたごめんなさい、はい、もう見てください、リカさん。あ、出た、早い、出ました。皆さん、クラブハウスの皆さん、私のツイッター大地のツイッターから今の学生、いい、高校生、そうです、はい、これ高校生ですか。リカさんの高校生、ウーロン茶だからね、これ。あ、わーって出てるけど、ちょっとウーロン茶みたいな、ビール感がありますけど、はい、ウーロン茶、私のツイッターから見れます。リカさん、これ大地のツイッターを教えていただいて、お声かかっちゃうやつですね。ツイッターに本当見れるのか、見れる、はい、これで、あ、見れてる。リカさん、あと声優さんをやり始めた時はこの白黒のねやつで、うん、あの取材してもらったりとかしたんですけど、髪の毛長かったんですよ。リカさん、はい、綺麗ですよね、ちょっとね。いや、綺麗っていう騒ぎじゃない。もうこの時から声優をやろうと思ってたんですか、はい、女優一本とかではなくて。いや、うん、舞台で主演女優賞を取りたいなと思って頑張ってた時ですね。いけますね。はい。舞台。いや、声の仕事は私が大病したんですよ。結核になって舞台出てる時に、本当にもう舞台に立ったらあなたは死ぬよって先生に言われて、で何ができるんだろうって悩んで、そしたら名古屋明さんっていう方がラジオドラマとかもやってらっしゃって、で、何？嘘。嘘じゃないよ。嘘っていうのやめてよ。ね。ほんでちょっとどこまで話したっけ。そう。で名古屋明さんに言われて、そうやろうかなって声の仕事やってる。それが19歳の時。そうですそうです。いやでも確かにこれだけお綺麗だと声だけじゃちょっともったいないかなと思いますよね。今割とほら声優とアイドルみたいな両方やってる部類じゃないですか。うんうん、昔ってもう声優さんって一切顔を出さずっていう。感じだともったいないですよね。どうでしょうね。なんか声優さんでちょっとね、画面に出るの厳しいなっていう人もいる。いや、そんなことないよ。そんなこと言ってないですよ。失礼な。そういうことはないけど、声のね、お仕事なので、そのイメージがあるじゃないですか。うん、あ、そうなんだ。そうなんだ。だからあんまり出ないっていう方がいらっしゃったけど、別に顔を出すあれじゃないから出さないとかじゃないですからね。もうまたボケって、もう危ないね。ボケです、ボケ。ね、すごかった、今の写真。ね。大地さん、目がハートになってますね、ハートに。ね。でもあんまり変わってない。この人に会いたいですね。もう会えないからね。あんまり、だって。みんな会えないからね。今の方が、今の方がなんかね。もういいよ。この時喋りづらそうな。喋りづらくないです。このままだから。これで、この見た目で中身こんな感じですか。そうです。中身とか言わない。いや、中身こんな感じですね。皆さん、めっちゃ面白いな。皆さん驚かれます。
ますよね。あのほら例えば付き合った男性とかが、はい、うん、あれなんかあれなんかちょっとあれちょっと違うとか。何が何が違うの？想像と想像と想像と、ね、違くはない、あ違くはない、あなんかしゃべ、なんかいろんな面がある。あの人って喋んなそうだもんね、なんか、うん、めっちゃ喋りそうじゃないですか。全然喋んなそう、なんかおしとやかな、なんか全然なんか喋っても聞いてないか聞いてないか分かんないような。えそんなひどいな、そんなことないよ。いるじゃないですか、なんか、うん、おち話のオチがなくて、はいはいはい、なんかこう おっとりしてる感じな、うん、そういう、おっとりしてる感じする、あの写真は。おっとりしてる感じします、写真。本当に、うん、あらこうチャキッと喋られるとみんな本当にっていう、うん、あれあれってね、なりそうで、うん、でもあの女子にも人気ありますよ、なんか。あると思います。人気あるってのおかしいですけど、うん、あのみんなの理科って言われてました。うん、だからもう落ち着きないし、うんうん、話しがいの猿だし話しがい、うん、話しがい、もうじゃあちょっと話しがいからちょっと戻すんですけど、話しがいから戻しますか、はい、結核を体験されて、ね、で何歳の時でしたっけ結核、19、もう19歳の時ですね、うん、でそこからどういう流れで今のお仕事に、うん、だからそれでやってみようかなと思って、うんうん、でオーディションに行ったのがおそ松くんだったんですよね、うんうんうん、え割と大きい、うん、その時ってもうおそ松くんであれだけこうロングセラーになるっていう匂いはあったんですか？っていうかもうほら昔白黒でやっぱりすごいね、うん、赤塚さん の、うん、あの代表作だからそれはすごいことじゃないですか。あじゃあもうその時からこれ撮れたら大きな仕事だよっていうオーディションだった。そんな風には言われてないな、あの、うん、今からオーディション行くんだけどって言ったから、もう本当にあの崖っぷちに立ってたんで、うん、何でもやるっていう気持ちだったんですよ、その時は。舞台以外のものをで勉強もしたことなかったし、うんうん、経験もなかったんですけど、まあ、とにかくオーディションって言ったら行きますみたいな、私も連れてってくださ い、 みたいな。舞台の勉強はしなかった、練習しなかった。舞台の舞台はずっと出てたんだよ、はい、あの声優のってことですね。オーディション、声の仕事はやったことないし、どんな風かも全く知らないまま行ったんですよ、うんうん、それでそれで、あの受かったんで、うん、っていうかそのね、あの音響監督さんとかみんなが、うんうん、あの慣れてないしあれだけども、こういう明るくて元気で、すごいいい子が、うん、自分で言うの変なのでいい子がでもそんな感じで、あそう言われたんですよ、はい、いい子がそういうギャグのアニメーションに一人いたら、うん、現場が盛り上がるだろうと、うん、だから花だから、うん、あの入れたっていうふうには言われたんです。でもその頃からそのキャラクターも、その普段のキャラクターも変われたというか、うん、まあオーディションで面白かったんでしょうねきっと。何したんですか。わかんないですけど、あ軽かったんだと思う。ありがとうございますみたいな入ってたのか。乗りツッコミじゃない。末っ子ですし、なんかキャラ的に、はい、です。すみません、あのツイッターに告白のツイートが来ております。はい、じゃあ、あの読んでください。松本梨香さんや、中学の時からポケモン見てます。大好きです。ありがとうございます。ゆうたんさん、ありがとうございます。ハーバーグリーティングさんです。はい、ツイッターに、ね、コメントいただけるとこういうふうに読むことができますので、はい、送ってください。あ、すごい。梨香さん、いろいろな素晴らしい写真をお持ちですが、その中でも一番おすすめの写真は、ファンクラブ、今更ですが入らせていただきます。わー、すごい。ありがとうございます。ファンクラブの QR を。合体してください。モタッチ、うん、それ嬉しいですね、はい、ファンクラブはね本当にみんなに入ってもらいたい、はい、でアーカイブとかで、うん、まあ残してるものもあるんですけど、うん、結構リカがずっと1時間以上こう喋りまくってるやつとかもあるんでそれは聞いてみたい、楽しんでほしい。あとねお好み焼きとかも作ってたりするんで、へえ、うん、私ねお好み焼きすごい得意なんですよ、焼くの。あれ、またご出身どちらでしたっけ。横浜です。ちょっと話しがいでいいですか。あの音楽をかけてください、はいはい、ちょっと BGM 的に曲をかけてください、うん、後ほどご紹介させていただきます、はい、横浜の下町なんで、はい、あのそのお好み焼きとか例えばその、うん、なんだろう、ほらちっちゃい時こうヘラで食べるようなもんじゃのちっちゃいやつとか、はいはいはい、よくみんなで駄菓子屋さんでやってたんですよ昔は。薄くピンって伸ばして、で、お好み焼きは関東で、お好み焼き大会っていうのがあって、それで優勝した人に焼き方を教えてもらったんですよ。でめちゃくちゃ美味しく作る。で、本当食べさせたい。え、もうね、ケーキみたいに美味しい。食べたい。今度ケーキかなって思っちゃうぐらい美味しい。もう一人メンバー決まってる方いらっしゃる。その方。
へえ、ぜひぜひ。めちゃくちゃ。そうだそうだね、うん、浅草ですからここ、うん、近いですよ、ですね、お好み焼きね。いやでもやっぱ手作りが食べたいですね、うん、焼きますよ、焼きます焼きます、はい、すごい、何でもできる。今曲流していただいてるんですけど、うん、この曲のご紹介をちょっとお願いしたいなと思うんですけど、この曲って聞こえてないですけど、わっしょわっしょ頑張るんですよ、本当ですか、はい、こっちなんじゃない、このイヤホンで一つしかないの、ね、あ、リマさんの名札の名札の名札、あ、これですけど、はい、あ、はい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 、はい、はい、今、はい、ツイッターからクラブハウスの皆さん、私のツイッターから行くと今 FM で今曲流れていますので聞くことできます。クラブハウス接続しながら見れますので、第一のツイッターに行っていただいて、上の方のリンクですね、ツイッター行っていただいて、固定ツイートの下に、見る FM ラジオで見る方はこちらというところですね、クリックしていただけると今流れている曲とオンエア中の動画見れます。ぜひ見てみてください。これびっくりしたんですけど、作詞作曲も今流れてるのは頑張れワッショイだから、はい、そうじゃないよ、これは違う人がやってますが、頑張れワッショイ頑張れワッショイ、はい、でも頑張れワッショイのこのアルバムの中に入ってる、うん、彼岸花っていうのは私が作詞しました。あ、これ見せていただいて、うん、あ、これですね、これ、はいはい、これこれに入ってる彼岸花っていうあの歌があるんですよ、はい、これはね、あの本当オリンピックに向けて和の文化をもっとみんなに分かってもらいたいっていうので、ちょっと演歌チックにあの歌ってるんですね、はい、だから彼岸花もすごく演歌なんですけどかっこいいんですよ、うん、でそれはあの私が作詞したっていう、おお、はい、作詞まで作れる、そう、いつもね、なんかこういうアルバムとか出したり6曲とか10曲とか出したりね、うん、その中で自分の作詞を1曲だけいつも入れてるんですよ、うん、才能ちょろっとっていうのも、ファンの方はやっぱり理科が何を考えてるのか、何をあのどんな風に見てるのかとか知りたいだろうなと思って、うん、で作詞を1曲だけ頑張って書いてる、なるほど、で夢ラッチョの方は、はい、テーマ曲を作って CD にもしてるんですけど、うん、最後のあれはあの作詞作曲アレンジ全部リカがやりました、はい、ちょっと中を見せていただきたいなと思います。夢ラッチョ CD 入ってるところでいいよ、じゃあなんかこれ絵本に見えて最後 CD、 わそう、なんで CD 入ってるのかっていうと、これ全部その絵本の読み聞かせをリカがしてるのが収録されてます。へー、だからちょっと声優さんになりたいなっていう人もそれを聞いてちょっと勉強してほしいなと思います。深いですね、このね、表紙の色合いもすごい気持ちで、ほら、うん、あのお父さんとお母さんが家にいないとき、子供がね、一人で寂しいなと思ったときに、その理科のナレーションのやつをかけてくれれば、うん、ちょっと子供たちに寄り添えるじゃないですか、うんうん、だからそういう、なんか寂しくないよって、うん、寂しがるなよっていう気持ちも込めて、なるほど、はい、なかなかないですね。これどこで買えるの？え？これどこで買えます？これはね、あの理科の、はい、ここ、こちらですね、これですね。はい、QR。はい。ではですね、お時間が5時もう39分なので、クラブハウスの方からご質問をいただきたいなと思いますので、はい、質問してみたいよって方はですね、ハンズアップしていただければと思います。はい。ではですね、かなり時間が迫ってきましたあっという間に、はい、今度はスペシャルライブがあるということで、うん、エピナディナーウォークっていう、はいはい、こちら8月22日日曜日、はい、これスペシャルライブということで、うん、13時から16時、はい、13時からか、うん、ということで、はい、こちらさご参加現地ですかね、エピナディナーウォークは、エピナディナーウォーク、うん、ビナウォークっていうね、はい、スーパーみたいな大きいところでやるんですけど、うんうん、フリースペースなので、はいはいはい、誰でも見られます。ただコロナのあれなので、300人限定って言ってましたね、いつも何万人ってあの集まってくれるんですよ、ですげえ、今までも多分8年ぐらいずっと恒例でやってたんで、うんうんうん、あのコロナで2年間やれなかったんですけど、うん、今回はもう久しぶりにまたやれるということで、何万人っていつも集まる、はい、さらっと言いましたけどね、単位が万ですからね、すごい、
はい、みんな楽しみにねいつも待っててくれるので、はい、私もいつもこう、うん、毎年ここ行かないと夏じゃないよなって思ってたりするんで。うわでも結構暑くての地域にも貢献されてますよね。うんそうですね、全国回ったりとかするのはすごい多いし、うん、先ほどの特使をされてる、うん、あそうですね、高知の方では観光特使をやらせてもらってて、うん、でみんななんでってつながりなんであるの、うん、とかっていうの、うん、ないんですが、うん、ないんです仕事の合間にちょうど1日だけ空いた時があって、うん、で香川からこう移動だったんで、うん、ちょっと立ち寄って、はい、で割と静かな桂浜のところに、うん、あれあれがあるんですよ、あれあのオットセイとかいる10分前水族館、うん、水族館、はい、それでそこで、うん、歌ってほしいっていうことがあったんで、うん、盛り上げてほしい支えてほしいみたいなこと言われたんで、よしじゃあ帰りにちょこっと寄って歌うよって言ったら600人ぐらい来てくださって、そしたらなんか、リカさん盛り上げんのうまいねみたいになってそういう偉い人たちも来てたので、うんうん、その人たちがみんなもしかして特使とかやっていただけたら嬉しいんだけどっていうつながりですね。うーん、でもそれもリカさんのその気持ち一つからつながった。そうですね、最初はね、海老名は神奈川県の海老名インターの海老名ですよね。海老名はそうですね、はい、はい、でインターじゃないんだけど場所はエビナっていうところです。インターで有名なエビナ、エビナですね、神奈川県の。はい。で16時からは映画「陸は弱くない」。これ16時からっていうのはあったんですよ。違うよ。このまま。違う。スペシャルライブが13時からと16時から。なるほどなるほど。で、陸は弱くないっていう映画は10月に公開になるんですけど。10月1日。はい。はい、坂上忍さん。はい、いらっしゃるじゃないですか、はい、犬が大好きな、はい、犬いっぱい飼ってる、はいはい、うんうんそのリクっていう子が、はい、男のあのオス犬がね、はい、リクが亡くなっちゃうんですけど、で僕っていうのは坂上さん自身なんですよ。これ絵本になってるんですが、その絵本から映画になるっていうことで、その僕坂上さんの役を私がやってます。で読み聞かせみたいにしてるんで、はいはいはい、女の子に思う僕なんだけど、うんうん、男の子っていうよりはちょっと女の子チックに私がナレーションやってます、うん、おー、うん、10月1日から金曜日からロードショーが始まる、うん、なんかやっぱりねもう犬って、うんまあ、動物みんなそう飼ってる方はみんなそうだと思うんですけど家族じゃないですか、うんうん、なんかそれがねやってあげられなかった思いとか、うん、こう自分が子供の時に、うん、別れですよね、うん、その動物との別れを、うんうん、これから生きていく上でいろいろとこう学んでいくというか、なるほど、うん、やっぱこういうのすごい大事だなと思って、ぜひ見に来てください。 いいですよ、素朴で大人が学ぶことが多そうですね。あそうですね、あとやっぱりこう、うん、ワンちゃん猫ちゃん飼ってる方は、うん、ね見たらすごい共感できそうだなと、ね、でね挿入歌リカ歌ってます。散歩っていう歌をあらまあまたもうねタタタタタタってこう更新曲したくなるような、更新曲って更新したくなるような曲、はい、元気になりそう、うん、はい、でもう一つ舞台ですね、クシキのスプリント。でも本当にお忙しく活動されてる。これはどこからクラブファンサイトから見れるのかな情報は。うんそうですね、はい、まだ、はい、まだあれですけど10月なんで、はい、ツイッターとかいろんなところで告知していけたらいいかなと思います。このジャニーズの松本くんですね、うんうん、10月の27日から、はいはい、11月の3日までということで、うん、江戸川区総合文化センターですね、うん、また来てほしいな、はい、来てくださいよ、また行きたい、行きたい、舞台めっちゃ好きなんだね、前もね来てくださって、うん、はい、レミゼとかレミゼ一番前レミゼ一番前ってすごいよね恥ずかしいんですよ、知ってる人が前に座ってると恥ずかしくて、絶対それありますよね、うん、目絶対一番前に合わせられない。そうそう、泣くシーンとか結構ねあるとシリアスな部分だ。あ、それがなかったんで大丈夫だった。いけた、なんかよかった。アドリブも涙あり笑いありの、ね、もう笑い笑い笑いっていう感じ笑い笑いでなんか偶然とその会場の近く、あそうなんです、うん、その会場に私毎週息子を通わせていて、うん、シーミングに通わせてるんですけど、うんうん、二度見ですよね。あれ松本理香さんみたいな感じで、ママですか、あのサトシのヒソヒソ、サトシのヒソヒソみたいな感じで大行列ができてて、うん、多分開演前だ、会場前なんですかね、すごい大行列ができてて、当日券とかも出たからですね、きっと。あんまり行列になるようなこと
ないの？ない。あ、そうなんですね。すごいすごい。なんだろうってみんな見てて、でも本当に大盛況で、皆さんのおかげでございます。本当にね、クラブハウスで言わせていただいて、そしたらたくさんの方もまたね、クラブハウスの方が見に来てくださって、もうね、このご時世ね、チラシを配ったりとかいろいろできない分、本当にね、クラブハウスの方にはね、支えてもらってるなってすごく思ってます。結構クラブハウスでたくさんの方知り合いできましたか？はい。知り合いっていうか、まあね、仲良くあだこうだ夜中までこう言えるような、ほんで喋りながら寝落ちしてしまうような家族のような変な変な感じですよ。この動画を見られてる方は、クラブハウスで松本梨香さんのお話を聞ける時間があるということです。そうですね、何時からよく、でもいろんなとこ行ってるんで、朝活っていう、はい、ね、和崎かっちゃんが、はい、和弘さんがやってるところに、朝と夕方ですね。そうそうそう、はい、もう絶対顔出しますし、元気もらえるんで、もらえます。あとは夜中だと血液型の O 型っていうお部屋があるんですけど、ルームが、そこも行きます。あそこは O 型じゃなくても入れるんですね。あ、入れます、もちろん。どんな血液型でも大丈夫です。O 型ってほら、いろんな人に血あげられるじゃないですか。だから大丈夫なんです。そういう感じ。なるほど。この間も遅くまで入ってました。遅くまで見てるんかい。大丈夫かな。なんで大丈夫かなって。11時までとか書いてあって、なんか1時ぐらいまでまだ入ってない。そう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 って言いながら、はい、結構長く盛り上がったらね、はい、なんか話したいのかな、みんなと思うとね、長くやっちゃわない、います、ね、土曜日の22時はやってらっしゃるんですか？土曜日の、わかんないけど、やるときは、急遽パンってやってみたりとかしますね。はいはい。そしたらクラブハウスの皆さんは、松本梨香さんのいらっしゃるところ、ルームやるときは、皆さん写真をタップしていただいて、はい、でプロフィール開けていただくと、下に次のルームの予約が出ますので、入ってないですね。はい。やって、はい、やっとかないですね。ベルマークにしていただけたら、そうですね、はい、はい、写真タップしていただいて、フォローイングの隣のベルマークを押していただいて、オールウェイズにしていただくと、はい、もうすぐ梨香さんに声を聞ける通知がいきます、みんなとね、本当に取り留めもないお話で盛り上がったりできるじゃないですか。結構深夜まだ盛り上がっちゃってね、なんか寂しさが本当にね、軽減されましたね。いいですよね。そうですね、クラブハウスはね、本当にいろんな人からもう奇跡的な出会いがね、こうやってこんな大スター、ね、大スターと、大スターとお話ができる、できると思う。実在するいたのか、いたのかっていうか、まあでもみんなの協力ビタミン剤になれるように日々精進してるんで、素敵、まあ、自分が元気でなくっちゃちょっと嫌だなっていう、なんかよく女の子でもほら、大丈夫とかって言われようとする人いるじゃないですか。あれ、心配してほしい。男性でもいい。心配してほしい。大地さんがそうだって言ってるよ。心配してほしい。心配してほしいの。いや、別に心配してほしい。はい、大丈夫。はい、はい。これなんか実利担当。本当ですか。唯一。だからそうじゃなくて、なんか自分からこう明るくてこうって、あんまりみんなにこう、声とかも一発で届けたいんですよ、こうですって、ちっちゃい声で言うと、え、何って、この気使われ方があんまり好きないんですよ、だから自分で大きい声、おのずと大きい声になっちゃう。なるほど、もう先を考えたい発言なんですね、なんか嫌じゃない人にこう、え、何って3回聞き直されたらすごい嫌じゃない、喋るのへこまない、逆にそういう方見たらどう思います？何そういう方いらっしゃるじゃないですか、もうちょっと大きい声で話そうかっていう。はい、残り1分です。残り1分です。はい、では、もうこの元気のね、秘密を最後、なんかちゃんと話せてる、大丈夫、ちょっともう大丈夫だね。もう僕が予定したのは全部お話いただきました。本当ですか、はい、よかったじゃん。じゃあ台本裁判ありますけど、だいぶ話してないですよね。もう話しましたよ。本当ですか、はい、ちょっと時間なんです。はい、一番最後にですね、聞いていただいてる方にノルマ達成です。もうよかったです、はい、でもまだまだ聞きたいことたくさんありますので、はい、毎週お越しいただきたい。遠いんだよな、ここは浅草で。横浜からだとさ、旅なんだよ。旅ね。はい、じゃあ、局から多分ヘリコプターが出ると思いますので、はい、送迎のヘリコプターが出ると思います。はい、最後に一言いただきたいなと。もう最後ですか、やだ、言ったら終わっちゃうから言わない。あ、言わない。嘘じゃない、嘘じゃない。嘘じゃないよね。はい。
はい、見ていらっしゃる方に一言いただきたいなと思います。あ、そうですか、はい。まあ、こういう時代、うん、今大変な時期ではございますけども、うん、みんなでね、一人で頑張ってるって思うと辛くなったりとか、うん、苦しくなったりとか、うん、一歩前に出られなかったりとかすると思うんですけど、うんうん、横を向いたらこうやってみんないるし、うんうん、視野をもう少し自分の中でも広げてですね、うん、みんなで一緒にこの時代をですね、うん、乗り切って頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、今日また来させてください、ラジオ。あ、いいですか。はいはい、またね、本当ですか、うん、ちょっと間置いて、はい、はい、間、じゃあ1週間ぐらい置きます、ね、はい、では今日はヒーローズインタビューチャンネル、はい、松本里香さんでした。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではクラブハウスの皆さん、どう